はい、皆さんこんにちは。ワンダルクルフィッシュです。今回は三国志13パープギットのシナリオをプレイしていきたいと思います。で、今回ですね、プレイしていくのは反董卓連合190年のシナリオからプレイする武将なんですが、おすすめ武将がですね、曹操をはじめ袁紹、孫権、董卓、劉備、何がしという形でいろいろあるんですが、今回は三国志13のノーマル版で、途中で初段エンドになってしまった趙雲を使ってですね、プレイの方していきたいなと思ってます。やっぱりね、趙雲は有名な武将ですし、三国無双とかでもね、主役扱いの武将になってますんで、三国志がそこまで上手じゃない僕としてはかなり使いやすいんじゃないかなというところもあり、趙雲でプレイの方をしていきたいと思います。で、難易度設定はですね、超級でと言いたいところなんですが、信長の野望ほどちょっとまだやり込めてないというところもあるので、難易度は上級にして、勢力の拡大や、将兵の回復等については、普通にさせていただきます。超級にすると、ちなみにどうなるかというと、全部早い早いになるんですよね。今回は選び直しになっちゃいましたが、カスタム設定でいきましょう。で、その他のゲーム設定については、基本的にはデフォルト通りにしていきたいと思います。今後はですね、登場都市とかは仮想にしても面白いかなと思うんですが、まずはね、一度ぐらいちゃんとクリアしようよというところもあるので、登場都市は史実通りしていきたいと思います。で、ゲーム中の編集はなしにします。で、システム設定等についてはデフォルトですね。で、統率90に武力96、この辺りはね、全く問題ない能力値になってますね。で、知力が75、政治が65というところです。で、本来だったらですね、趙雲は最終的には劉備のもとに、使えるわけなんですが、今回はあまり史実に乗っ取った動きはせず、自由気ままにプレイをしながら、できればですね、遊興を極め、侠客の道を歩みたいなというふうに思ってます。途中でね、気が変わるかもしれないんですが、そのあたりも見極めながらプレイの方をやっていければいいかなと思っています。では早速プレイの方始めていきましょう。さあ、ここでは早速プレイの方を始めていきましょう。まずは在野にいる状態の趙雲ですので、
まあ、気ままにプレイはできるかなとは思います。この乱世、在野の者として生きるならば、同志を得て侠客となるか、商いを志すか、いずれかの道を極めるが良いぞ。まあ、商いっていう感じではね、長運はないですからね。で、まあ、最終的には旗揚げして君主になるという道も、まあ、ありますと。あるいは、どこぞの君主に仕官することもできますよということですね。さあ、士官と下野とありますが、勢力に所属するときは士官、勢力から離脱するときは下野コマンドを使います。まあ、これはね、今までと変わらないところかなと思いますね。で、旗揚げに関しては空白都市で旗揚げができますということです。それでは、位名ですね。見ていきましょう。まずは、今、遊興なので、まあ、この遊興をどっちに進むかですよね。強者に行くのか、続渡に行くのか。まあ、ちょっとね、この先の最終的なステータスを見ていくと、どうなんだろうな。義侠烈士。なんかこれ超運っぽいですけどね。あとは、雲龍風骨。なるほど。俗王とかともいいですけどね。まあ、最初に俗徒に行くのか強者に行くのかで変わってくるんですね。どっちがいいんだろうな。都市を襲い、物資を奪う。道を外れた無類の徒って書いてますけどね。だったらこっちの方がいいのかな。でもなあ、この俗王っていう響きは結構好きなんですよね。異民族をも従えた世を滑る闇の王、こっちにしよう。というわけで、俗徒を目指しましょう。で、そのためには必要なのは、武名が20以上あればいいですね。まあ、割と簡単にできそうだ。よし、では早速やっていきましょう。遊興コマンドで、まあ、巡行かな。やるぞ。で、武名に関しては、異名を名乗っていると戦闘に勝利したり、武名依頼を達成したり、巡回や略奪を実行したりすると都市の武名を高められます。都市の武名が高まると都市を通過する際に兵糧を得られます。さらに都市の民から貢ぎ物をもらえることもありますよということですね。なるほど、いい感じですね。まあ、ここは ひたすらにやっていきましょう。ちなみに今同志は誰もいないのか。親書を送れる人はいるのかな。いないね。ってことは、まあ、酒場とか巡ってみますか。文明が2上昇しましたね。で、今在野の身なんですけど、兵士長が自らやってきましたね。どういうことなんだっていう感じも、まあ、しますけど。兵の集め方についてですね、まあ、ここは歩兵を行うことになるんだと思うんですが、集まる兵の数は民心によって決まっていますということですね。ちょっとじゃあ街中を覗いてみましょう。
か怪しげな荷物だったんだろうな、内密に助けてくれっていうことは。で、信用にありますよということなので、まあ、じゃあ信用に行きますか。ちょっと街中も覗きましょう。巨鹿を10日間調査をして信用へと移動しましょうか。でここはシナリオが進みますね。ここは劇文を出したよというところになりますね。総猛徳の道に誤りなし。どう思う。縁本社に迷いなし。東卓打つべし。曹操が発した激文に応え各地の諸侯が参集した。天下万民がため、官室をないがしろにし、戦後を極める逆賊東卓を打つ。連合軍の名手には曹操の推挙を受け炎章がついていた。名手にはてっきり発起人たる貴公が疲れると思ったのだがな。炎章殿は四聖三公の名門、他に名手にふさわしい者はおるまい。おお、さようか。正義は我にあり。皆の者進め。こうして反東卓連合軍は撤退、勢いのままに止水艦へ攻め寄せた。さあでは信用へと移動していきましょう。さあ行こう。まあ長雲だったら大勢のことは問題なく型がつけられるかなと思うんですよね。商人が奪われた荷物を内密に奪い返しましょう。もうお互いにそこをどけって言い合ってるのもなんかちょっと面白いですよね。さて攻撃崩し攻撃で来るっていうことは、最初は防御で来る可能性があるな。崩しで攻撃には攻撃で当てて間違いないので、攻撃をして必殺の、まあ、ここまでいかないと思いますけどね。攻撃崩しでいきましょう。まあ多分ここまで長引かないとは思いますが、なんかちょっと不甲斐ない戦いをしちゃったけど、まあ武力の差で
難なくって感じですね。さあ、じゃあこれを強力に持って帰りましょう。巨鹿がどこにあるかというと、洛陽がここにあって、瀋陽があるってことはこの辺かな。古老館があり、巨鹿がないぞ。この辺じゃないかな。でも巨鹿は分からない、見つけられないだ。さっきスッと来ましたけどね、スッと。あ、あったあった、ここですね。じゃあ移動していきましょう。さあ行こう。お、お金を408もらいましたね。まあ、こんな感じのことをひたすら続けますか。そしたら、本拠地、本拠は主人公と配偶者や子供同士たちが住む拠点ですということですね。まあとりあえずまだ何もできないしな。酒場に浸りましょう。お、依頼を受注できるんだ。ちょっと見てみましょうか、どんなのがあるか。人探し、物取りにあったんだよと言ってるけどな。やめましょう。談話は、下顔は見当たらない。なるほど、街中訪問、相関図で武将同士の人間関係を確認できますということですね。絞り込み、口添え可能、指示可能などで、まあ絞り込みができますと、まあそのまんまですね。で、紹介者は、紹介状をくれる武将を表示、訪問は武将直接選び訪問か。なるほど。そしたら今だと幹線と長藩が選べるのか。お、出ちゃった。そしたらどうしようかな、幹線か長藩か。まあここは幹線をちょっとじゃあ訪れてみましょう。ごめんなさい、幹線様はいらっしゃるけど長雲様のことはよく知らないからそう気軽には会えないそうですって。なんかものすごく軽くあしらわれたな。なるほど、まずは宴会とかを開かなきゃいけないんだな。まあ金を払ってやりましょう。誰も集まらないって可能性もあるのかな。はじめまして。お、来た来た。よろしくな。親近感が増しましたってそれだけなのね。ちょっとこれでじゃあここでこそ長藩、幹線、まあまずは幹線からだな。なんだおめえか。どうしよう、まずじゃあ談話でもする。ちょいと考えたんだが、外交を成功させるには交渉率を上げた方がいいよっていうことですね。申し上げます。論議。親近感がプラス12か、まあ、ここはじゃあ巡行でも入れておきましょう。やるぞ。あと長藩にもね、せっかく面識があるんで後で論議を行いましょう。
で、ここからまたシナリオが進んでいきます。炎章を名手に立てた反董卓連合軍は孫権先方に止水艦へと迫っていたというところになります。ごめん。天下無双の部、お見せしよう。失礼いたしまする。お任せくだされ。踏みつぶし蹂躙せい。者どもわしに続け。虎に勝てると思うたか。一度申してみよ。おのれ。失礼いたす。ここで関羽なんですよね。まさか。構わん。失礼いたします。断る。見ての通りだ。分かった。承知いたした。これも天下万民のため。関雲長が部お見せいたす。少しいいか。ご容赦くださる。関雲長、水産なり。行くぞ。はあ、失礼いたす。ことか。まさに人中の呂布、阿中の関と。終わり。ほう、腰抜けばかりかと思ったが、存外面白いやつだ。おざけ、義理をわきまえぬ畜生が。この英気と強気がぶった切ってやる。多少腕は立つようだが、そんなダバではならん。今日の戦は楽しませてくれる。欲得、助立ちいたす。この凶暴なる刃は捨ておけぬ。雲長、欲得、お前たちだけを七に向かわせはせぬ。兄者。
やろう。逃がすか。よせ。呂布を退けただけで十分だ。雲長の言う通りだ。さあ皆、古老館を攻め落とすぞ。おー縁本社に迷いなし。と古老館の戦いを見ていただきましたが、まあ、そこはね、三国志13の無印と同じでしたね。内容はさあ、お金がさらに512兵糧2550をゲットして、武名が1か。武名をもうちょっとね上げていきたいですね。お、絶戦で説得するか。知力70には勝ち目がないので、ここは悪人らしく金で黙らせましょう。遊興から賊都になるためには武名が20以上必要だもんね。さっき倒した賊将って武名が500以上必要なんだ。意外だったな。結構立派なやつだったんじゃないか。よくよく考えたらさっきの。お、また2を奪われたんだな。そしてまた俗称が相手になるわけだね。早速じゃあ俗称を討ち取りに行きましょう。完了まで6日間ですね。さあ行こう。まあ今燕将軍と董卓軍が戦ってますが、もうね、張雲に関しては俗王の道をひたすらに歩みましょう。攻撃攻撃攻撃で来るんだな。だったらこっちはいきなり必殺を打って攻撃攻撃攻撃でいきましょう。てかね、これで絶対勝てますからね。さあ協力に戻りましょう。さあ行こう。以後よしない。お、顔料ですね。いや知らねえし。劉将の所属勢力。おお、まあ適当にやりましたけど合ってましたね。お、2を運べと。僕まで運びましょうということですね。運びましょう、まあ、こんなことをひたすらやってるんだな、遊興の道を極めるためには。僕じゃなくて行でしたね。すいません、行。さあ、行こう。で、またシナリオが始まります。おのれ
しきあの分際で。このようにしてはいかがでしょう。うむ。こそ天の意志ではないか。行くぞ。仰せのまま。おそこ。もう一度申してみよう。くっ。ともあろうものが。見ての通りだ。お任せくだされ。行け。お断りいたす。報告します。まさか。申し上げまする。さあ、では戻りましょう。さあ、行こう。この趙雲に戦いを挑むとはな。定山の趙子龍の槍、受けられるか。必殺がなんかいまいちうまく決まらないんだよな。むしろちょっと超運が食らってるし、結構いい勝負してるな。はい、というところで、まあ、続王を目指した趙雲物語、今回は時間が30分経ちましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。